頼む、麻酔を。麻酔は有限、この程度の縫合で使えません。すぐ終わりますから我慢して。ひでえな、あの集中砲火だ。生きて戻れただけで。俺も弾があと3センチ右を通ってたら今頃崖の下でおねんねしてたよ。とにかく重傷者の手当てを。クロード、 E 小隊再出撃だ。今戻ってきたばかりだ。負傷兵の応急処置もまだ。動ける者の止血を優先しろ。最速で出撃せよと司令部からの厳命だ。どういうことなんだ。作戦が変更されたのか。敵の抵抗が激しく、橋頭保の維持は難しいと判断された。敵が迎撃準備を再度整える前に全軍突撃で一気に崖を登り敵の背後を取る。俺たちが必死こいて確保した橋頭保をあっさり捨てるって、それじゃ俺たちは命がけで無駄足踏まされたわけか。ラズ、ここで切れずにいつ切れろってんだ。くそ、俺は一人でも。ラズ、冷静になれ。僕たちがあそこまで詰め寄ったから警告は慌て、無理な動員で迎撃準備を整えた。だからこそ背後を取る隙が生まれたんだ。決して無駄足なんかじゃない。司令部は冷静に戦況を見て判断を下してる。それに従い動くことが。そんなことは分かってるよ。ミネルヴァ隊長。クソ、二人ともダメだったか。苦しい戦いに挑んでいるのはE 小隊だけではない。最速で出陣だ。いいな。マイルズ、最低限の補給は済んでいるな。あ、はい。本当に最低限ですが。みんな、すまない。すぐに出撃だ。エンジンは温まってるよ。いつでも出せるぜ。視界は悪いけど外す気はしない。くそ、仕方ねえな。ほら野郎ども、行くぞ。連邦のタフさを帝国のもやし野郎どもに見せつけようぜ。特大の一撃を叩き込んでやりますよ。レイリー、出撃だ。出られるか。え、もう？もしかして君も負傷？そうじゃない。地形に合わせて敵弾をカスタムしようと思って。仕方ない、あとは現場で仕上げるわ。大丈夫、必ず間に合わせてみせる。私にだって意地があるの。任せて。分かった、頼む。よし、出撃だ。崖を一気に攻め上がって敵の背後を取るぞ。 E 小隊出撃。お次の目標は頂上のダッシュか。相変わらず敵の統治下がひしめいてやがるな。歩兵部隊は地形や戦車に身を隠しながら前進。崖の上にある拠点を奪い取るぞ。敵の猛攻をかいくぐるにはバラバラに動かず何人かでまとまって行動した方が良さそうだ。ラズやカイに隊員たちを率いて行動してもらおう。
行動開始だ。背中は任せたぜ。一緒に行ってやる。俺を誰だと思ってやがれ。前進する。必ず撃ち抜く。任せて。Thank you.
方ねえな。あそこにはしごがありますよ、先輩。あ、でも途中で途切れちゃってるか。敵がわざと壊したようにも見えるな。上がってこられると都合が悪いのかもしれない。あれくらいなら支援兵の手で修復できそうだが。背中は任せたぜ。一緒に行ってやる。ラズナ兄貴、見ててくれ。見てろよ。敵発見。敵の情報
行動開始だ。だねえな。見つけたぜ。邪魔だ。よし。とっておき見せてあげる。
よし、俺に続け。背中は任せたぜ。分かった、ついていく。行動開始だ。兄貴、見ててくれ。ラズの兄貴、見ててくれ。俺は一番の弟分だぞ。始めるかの。じゃ。老兵をなめるでないわ。いいじゃろう。私に任せて。
敵を。背中は任せたぜ。一緒に行ってやる。気はねえよ。そこか。見つけたぜ。兄貴、見ててくれ。ラズナ兄貴、見ててくれ。
ラッキー。よっしゃー、やったぜ。よっしゃ、てっぺん取った。いい景色だ。帝国兵どもの背中が丸見えだぜ。こりゃここでただ眺めてちゃもったいねえよな。おいラズ、何をする気だ。やつらに倍返し、いや100倍返ししてやるに決まってる。おらおらおら、ラズ様のお通りだ。邪魔して死にやがれ。あのバカ野郎。ダメだ、カイ、ラズ戻れ、戻るんだ。行っちゃいましたね。